とりあえずあのスロット回すか。めっちゃ目ぐるぐるしてんの。なんで、あ、ちょちょ、スロット。おい。ジャックポット来い。何ジャックポットって。あ、揃った。やった。当たったね。ブルースの本。あ、それを持ってきゃいいんちゃいます。違った。あ、間違えたー。いや、間違えた。ブルースの本パッと見ただけで弾けるもんなんかね。まあ、楽器やってる人だったら弾けるんかな。どうぞ。読んでみますか？ブルースの本。うん。ふむふむ。ふむ、よし、多分大丈夫。え、マジで？お、すげえな。パッと見ただけで弾けるもんなんやな。右の人なんなんそれ、ギター持ってんの？ベース持ってんの？ネックめっちゃ長ない。手短いからそこまで絶対届かへんやん。どうやって弾くん上の方。絶対押さえられへんやつ。やばかったぜ。よっしゃ、パーティーを始めるとするか。そんで最高のギグを約束するぜ。お、うわー、あれ、あいつらおるな。ムーアかなんか知らんけど。めっちゃ盛り上がってるやん。画質悪る。何で撮ったらこんな画質になるんっていうレベルで悪いな。こんなに人おらんかったやんっていうか。うん、これがブルースなんですか？ブルースっていうものを私よく知らんジャンルなんですけど、ブルースってこんなもんなん？終わった。楽しかったパーティー。知らんけど。死んでもうたん？天国ですやん。あ、ラッパ、ラッパじゃなかった。蓄音機か。なんか上がってきてるこれ。ドア？ドアや。入れるんや。奥行ける？あ、行かれへんわ。ね？え？おばあちゃん、それ何持ってんの？なんかチカチカしてるよな。え、何？鳥？なんか抱っこしてはるやん、おばあちゃん。なんか動いてるよね。まばたきみたいな。おばあちゃん、車椅子なっちゃったよな。これ旦那さんじゃん。旦那さん眉毛すごい角度してはんな。頼まれていた手続きは完了しましたよ。ありがとうございます、ブレイデンさん。あ、旦那じゃなかった。誰？寂しくならないよう、ウサギを飼い始めました。ウサギこれ、どう思って、どう、あ、え、右向いてんか。あ、なるほどな。で、お目目が黒なんか。はいはいはい、ようやくわかった。鳥かと思った。ミス・シャネルと言います。らい、名前つけてもらおうかな。匂いしそう。とっても大切な子なんですけど、もう私は老い先短いから。ほら、可愛らしいでしょ？うん、可愛い。わかりました、グッドウィンさん。動物は時として最高の友人になり得ます。そうですね、ブレイデンさん。わかりました。ウサギのことは任せてください。その時が来たのなら。ありがとうございます。自分が死んだら、なんか誰かに譲渡してっていう話なんかな。とても。はい、終了です。何が？お会計500ドルになります。何これ？ああ、わかりました。え、何してんの、おばあ。え、なんか変な音してない？ぐちゃ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 。なんだよ、今の。音？びちゃ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 言うてますもん。歩いてる？なんか。電気つけようよ。電気ないん。ちゃん、いいよ、そんなもん。着替えやろ。電気は？真っ暗。え？何も見えへん。あ、ちゃ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 。見えなさすぎて、ちょっと。こっちや。めっちゃ音大きなってるわ。なになに？なんかおんの？おいちょっと何してんの、人んちで！おかん！おとんも！なになに？あなたの言う通りだわ。なんておかしな一日だったことやら、おっと、おろさんで。おい、息子じゃないか。見ればわかるわ、あなた。父さん、母さん、何しよんな、お前、それ。何してんの？何なんだじゃなくてさ。うわ。あら、起こしちゃった？いや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 。驚かせようと思ってね、お母さんと二人で。
朝ごはんも用意してあげてね。何に何に、落ち着け落ち着け、考えろ。これは本当に起きていることじゃない。深層意識で引き起こされている幻覚。そこまで分かったんかい。その通りだ。私たちはあなたの一部。じゃあなんでこんな形で。ほんまによ、なんだどんなさ深層意識しよんの。違うんだ息子よ、これはお前のやるべきことじゃない。ああもうよっぽど仕事嫌なんやって。自分でも気づいてるじゃないか。ちゃんと分かっているか確認したくてね。罪悪感を。気づいているのに誰も口にしない自己嫌悪を迎え入れるようにね。うーわ、少し荒っぽい手段なのは分かっている。でも必要なんだ、お前のことを思って。やめろ。はい、消えた。やめるんだ。もうそこまで罪の意識に苛まれるならやめてまえ仕事。くそ、頭がおかしくなってる。じゃあ自分でも分かっとるやん、頭おかしいって。休みなん今日。休みやのにこんなもん見てしもうたん。最悪やな。少しリラックスしよう。コーヒーがいる。お前ほんま中毒やな。カフェイン中毒や。水出るんけお前。よし。あ、そっか、これ勝手に作ってくれるんか。落ち着かないと。今は気持ちが動転している。そらあんなもん見たら動転するやろ。テレビでも見ますほなら。ちょっと一回セーブしようか。え、なんか、すんって。これ、落ちたぜ。あ、これ手紙？あ、新聞！はぁ、新聞の購読を始めたんだ。ちょうどいい。コーヒーを飲みながら新聞を読もう。コーヒーはそろそろ出来上がっているはずだ。いや、なんかもうそこまでさ、嫌なんやったらやめた方がいいってもう。あ、すいません。なんでかなぁ。弁護士のさ、あれやろ？法律事務所で働いてはんねやろ？どこに座ったんや、これ。こっちか。こっち？あれ？あ、こうか。法律事務所で働けるぐらいなんやったらさ、頭いいんじゃないんって私は思うんやけど。もうそれやったらなんか、もう、違う、絶対違う仕事した方がいいわ。なんか、倉庫整理とかさ。もう、スーパーでもいいやん。ピッピしたらええやん。なんかないん。食べ物の税金が上がるのか。他は？新しい高速道路の工事が始まったのか。うわぁ、テイラーさんのとこやん、絶対これ。そうよ、テイラーさんの土地を横切るんだっけ。うわぁ。もうほんとごっつ後味悪いね、なんか。全体的に。元気にしてるかな、ほんまによ。あの、頭のでかい犬もな。これは？新種が発見されたのか。何の新種？すごいな。何の新種？次のページはどんな記事があるかな。あ、死亡記事。様々な年齢の人の名前が。クッドウィンさん死んでないやろな、お前。あ、ナメちゃんが。私の邪魔をする。ナンシー、ピー、グッドウィン。でしょうね。死んでもうたわ。もう家取り上げたストレスやで、お前、それ。嘘だろうって。脳卒中起こしてたんやろ。そらそうよ。嘘だろう。あかん、すげえしんど。もう無理だ。社会が俺に重くのしかかる。いや、もうほんまこの感じ。私ももう無理だってなってるもん。心をねじ曲げてしまった。決めた。仕事はやめよう。よしよし、やめろやめろお前。あ？でもその前に、彼女の墓を訪れよう。あー、グッドウィンさんのか。めっちゃ雨やな。こんなに心沈むゲームやと思ってなかったんですけど、私すっごい左右されるからさ、こう、なんていうの、人の気持ちというかさ、めちゃめちゃ影響力受けてしまうんよね。いや、ホラーゲームっていうのは分かってたけど、なんていうんやろう、こんなに重たいテーマのホラーゲームやと思ってなかったっていうかさ、こいつがもっと嫌なやつやったらこんな嫌な気持ちにならへんかったと思う。
腹立つなーっつってやってたと思うよ。あ、はい。せ、お前なんかすごい男爵芋みたいなおじいちゃんおんねんけど、なんかボッコボコやで顔。何したん、何しよんの、こんばんは。話聞いて。いい穴ですね。あ、それもしかしてあれ、ハッカーに使うやつ？ありがとう。反対側に行きたいんですが、注意書き読まなかったの？え、どこにそんなもんあった？今日はもう閉店。後でまた来てくれ。あ、そうな。通り抜け、ダメ。あかんのか。そっか。あ、門のところに誰かいます。ほんまや、誰かおる。びっくりした、今気づいた。誰か侵入しようとしてる、ドラえもんみたいな丸いの。いや、ほんまにほんまに、騙されないぞじゃなくて、ほんまに見て、見て。今忙しいんだ、とっとと失せな。このゲームすぐ失せろっていう、私に。失せません。おるって言ってるやん。見て、あのドラえもんみたいな。あかんのか。いける？あかん、じゃがいもでいかれへんわ。こっから抜けられへんかな。とりあえずセーブ。あ、待てた。二連続セーブ。あかん？そうそう、入られへんから、そう、こっから抜けよ。知らん。うん。いいよ、いいよ。見てない、見てない。あ、ほら、また DIY 作業である。管理人の家も汚いなぁ。荷物は漁らない方が良さそうだ。でも、グッドウィンさんの元に行かないと。よし、やるぞ。鍵。うん。へぇー。あー、んで、もう一個前の門開けたんやな。こいつがもっと嫌なやつやったらよかったのになってちょっと思ってしまうわ。なんか、いい人やからこそさ、こう、同じ立場に立って考えてしまうというか、いい人やからこそやめてほしいなって思うもんね。もう開けたけど、鍵が曲がっちゃってもう使えない。ごめん、じゃがいも。曲げてもうた鍵。鍵の一つも開けられへんのか、この男は。仕事できんかもしらんね。スーパーのレジ打ちとか。いやでもスーパーのレジ打ちって結構難しいよな、あれ。なんか商品さ、こうちゃんと丁寧に入れやんかったらさ、あれ入れられる順番によって本当になんていうん。なあ、わかるよな、多分主婦の人は。いや、それその上置くっていう時あらん。一回卵そこに入れられたことあってさ、いや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 ってなったもん。それちょっとごめん、卵一番上に置いてって言ってしまったもんね。あ、キャベツや。5本。あ、この人が通ろうとしてたん？え、なにこれ、おばあちゃん？すいません、驚かす気はなかったんです。あ、老人ホームのキャベツババアやん、これ。どこかで会ったこと。あ、老人ホームで。どうしてこんなところに、帰り雨降ってんのに、夫に会いに来たんです。いや、もう切ない。でも墓地が閉まってて、だって夜やもん。あ、その程度で私を止められるとでも。お前、怪盗かなんかかよ。怪盗しか言わんねん、そのセリフ。無理よ。奥さんだからといって勝手に入っちゃ。落ち着いてください。落ち着いて、バールをくれますか？私がやったらないかい。いやよ、お前それバール持ってんけ。足杖やと思ってたんやけど。夜中にバール持ってうろうろしてるババア危なすぎるやろ。夫に会うまで絶対に行かない。いいんですか、墓掘りに言いますよ。ほらやめな、かしそれ。そんなことしたくありません。どうも気味悪い人でね。そう、ジャガイモみたいな顔しよんね、あいつ。わかったわ。はい、じゃあ私は夜が明けるまで待つよ。うん、ありがとうございます。ほら、このバールを使って、どこ開ける？開けれるとこあるかな？え？ババアの後ろは開けられへんの？結局それ。ババア、とりあえずでもよ、雨当たらんところ行ったら、あ、行かれへんわ、これじゃん。あ、でも頭に被ってんのキャベツやから、あれなんかな、水、綺麗に、弾くんかもしらへんね。キャベツって水弾くやん。ちっちゃい頃さ、キャベツの葉っぱに水溜めて遊ばんかった？転がして、コロコローっつって。私だけ？キャベツの外側の葉っぱくれ、言うて。おかんに言うて。どうせ捨てるやん、そこ硬いからさ。それに水入れて遊んでたうちの一人なんですけど。皆さん、そういう幼少期送られてませんでした？ここちゃう？え、ここから来たんでしたっけ、私。
合ってます？地図がないから全くもって分かれ。あれ、戻ってきました、私。とりあえずセーブ。こっち来たらあかんのじゃん。ジジ殺す？見てください。侵入者から奪ったバールです。本当ですよ。侵入者？許すまじ。あーいやー。ジジイ。どっか行きよった。おたけび上げて。あ、通られへんのこれ。あーいやー。やって。通れると思ったのになぁ。あ、ここ、ドアあるんか。パールでドアこじ開けるんやって。開いた。よっしゃ。ねーい。こっちか。あ？あ？これ。あ、なんか手に入れた。板や。よし。あ、ほんでさっきの穴にこの板を置けばいいんですな。なるほど。あれ、こまめに空に変えとかんとわけわからんくなるな。はい。長さ足りるかな？足りた。飛んだええじゃん、なもん。避けて回られへんのかっちゅう話なんやけど。こっちも行けんだよなぁ。こっちは行ける？あ、行かへんのか。大丈夫かな、キャベツババ。私、チクってもうたけど。バレたらお仕置きされん？じゃがいもに。ポトフになってしまうんちゃうか。俺はそこにいた。雨の中立ち尽くしていた。その瞬間何かの存在を感じた。まるで彼女がそこにいたかのような気配だった。グトウィンさん？説明が難しい。私もわからへん、難しい。聞いてて難しい。わかんない。おったん？グトウィンさん。会えた？私のせいじゃないって言ってくれましたが。でもやっぱりごめんなさい。もうそうよな。私も絶対そう思う。自分のせいじゃないよって励ましてもらったかとしても、もう私のせいやなって思うもん。今も思ってるもん。よく知ってたわけじゃありませんが、あなたは立派な人でした。そうな、ちょっとしか会ってないもんな。あなたが亡くなったと聞いて目が覚めました。雨やんだ。仕事を辞めます。どこにいるのかわかりませんが、無事を願います。どこって天国じゃん。きっと元気ですよね。え、死んだんやろ、元気もクソも。ああ、忘れるところでした。大したものじゃないけど、お土産。なそれ？え？死後の世界を照らしてくれることでしょう。え、なんかもっと気の利いたもんないん。安らかにお眠りください。グッドウィンさん。はぁ、切な。ねえ、墓場の前にランタンか。そういう風習があるんかな、海外では。私やったら何置いてほしいやろ。シュークリーム置いてほしいな、カスタードの。勇気を振り絞った。これで終わりにしよう。こんな生き方じゃダメだ。そうして私は上司に会いに行くことにした。仕事を辞めることを告げるために。あ、本当はこんなオフィスなんや。趣味悪い。金持ちの趣味ってなんでこんな悪い？公衆トイレは嫌いだね。家でしかトイレせえへんタイプの男や、こいつ。なんか、このわけのわからん絵。保育園児でも描けるやろ、この絵。給水器。わけのわからん絵にさ、何百万とか使いよるやん。ひょー、意味わからへんよな。金庫開いてませんこれ。ねえ。何ソルトシーカーって。塩？塩作るん？これわし持ってるでしょ？これなんすか？コーヒーか。え、なんで塩、金庫に入ってんの？塩大事な？変な髪型三人衆。うわぁ、めちゃめちゃ化粧濃いババアオールで、ちょっと。